ぷっぷーぬるだよ。みなさんこんにちは。ぬぬファクトリーのぬるです。今日の動画はですね、皆さんにお知らせしないといけないことが何点かありますので動画を撮っております。まず1点目ですね。非常に私事で皆さんにはあまり関係ないことなんですが、なんとですね、私生まれて初めて骨にひびが入っておりました。で、これはですね、以前動画にもあげましたが、カレンダー企画の撮影で1月スノーボードに行ったんですね。で、その最中、最後の最後にですね、こけてしまいまして、お尻をついてしまいまして、尾てい骨にひびが入っているのが判明しました。もう尾てい骨という何とも微妙な位置で非常に辛いところではあります。それにプラスして転んだ時の衝撃でヘルニアになっているということも判明しました。もう踏んだり蹴ったりでもう大変です。で、ただですね、尾てい骨ということで、腕とかだったらやっぱりポリッシャーが持てなくなってしまったりとか、そういう施工についての支障っていうのは出てきてしまうと思うんですが、今回幸いなことに尾てい骨ということだったので、そこまで施工を全部お休みしないといけないとか、予約ストップしないといけないとか、そういったことではありません。で、施工の方はですね、ちょっとどうしてもできない箇所っていうのは今後あると思いますので、そういったところはうちのスタッフに代わりにちょっとそこだけやってもらうっていう形にはなると思います。で、動画の方もですね、洗車動画っていうのは今後も引き続き撮っていくんですけど、まあ、ちょっとね、腰とお尻が痛いということで ぎこちない動きをしているところもあるかと思いますが、そちらは温かい目で見守っていただければと思います。念のため一部分だけスタッフに施工を代わってもらうという時はあると思いますので、皆さんもご承知の方よろしくお願いします。そして2つ目のご報告ですが、1月13日に再販した福バケツについてのご報告です。まず昨年末に第1弾となる福バケツを販売しましたが、こちらは発売開始数分で売り切れてしまいました。そしてバケツの増産を行い、1月13日に再販分となる福バケツを発売しましたが、こちらは開始わずか1分で完売となってしまいました。まずはご購入いただけた方ありがとうございました。買いたくても購入できなかった方、大変申し訳ございませんでした。今回の福バケツの再販については十分な期間を設けた上で再販に臨んだのですが、わずか開始1分で完売となってしまいました。また視聴者の皆様にはベースアカウントのフォローや前準備の方をお願いしておりましたが、どんなに準備を完璧に進めたとしても1分の間で決済を完了するっていうのは難しかったかと思います。そして今回の福バケツの目玉商品というのは今回の分で完売はしてしまったのですが、今後は大至急バケツの増産を進めていって、バケツの単品販売をしていくということと、バケツを使ったスターターキットの販売というのも検討しております。スターターキットというのはバケツやオーガナイザー、ミットやグリッドガードといった洗車に最低限必要なアイテムをお得に買えるといったセットになっています。一つ一つ買うよりかは安く購入できると思いますので、こちらの販売も楽しみにしていただければと思います。また今後ですね、限定品の販売は先着順の販売ではなくて抽選販売に切り替えようと思っています。抽選販売にすれば決済を急ぐ必要もありませんし、発売開始に間に合わなかったとしても参加できると思います。もちろん限定品にならないように、今後も在庫の方はたくさん抱えていきますので、何卒よろしくお願いいたします。そして3つ目のご報告ですが、これは嬉しいご報告です。なんと私たちヌヌファクトリーは大阪オートメッセ2024にブース出店が決まりました。で、今年の東京オートサロンで私がサインをいただいたガレドリさん、ラーマンさん、Gパワーさんにお誘いをいただきまして、大阪オートメッセ2024にブース出店することが決まりました。このブースでは韓国の洗車用品ブランドザクラスと合同のブースとなります。ザクラスやポムルをお得に買いたいという方、私やイッチーに会いたいという方は、ぜひ私たちのブースに足を運んでみてください。私はスケジュールの関係上、大阪オートメッセ2日目3日目の2月11日12日に参加させていただきます。ぜひスケジュールが合う方は大阪オートメッセでお会いしましょう。そして今現在ですね、大阪オートメッセ限定グッズを作るということで大至急企画の方を進めております。ここからはうちのデザイナー担当のイッチーと一緒に説明していきます。まずですね、今回は3つの限定グッズを作りました。まず1つ目がじゃじゃじゃーん、こちらスポーツタオルです。
今までスポーツタオルはポムルの方にラインナップがなかったので今回新しく作ってみました。そして今までのロゴではなくてこれは私が考えたオリジナルのロゴになります。ちょっとねぬニコみたいな感じでちょっとスマイルをモチーフにしてみました。まあ、こういう時だからこそ皆さん頑張っていきましょうということでニコニコマークをつけました。そして2つ目のグッズがですねロング T シャツです。今まではパーカーを発売していたのですがどうしてもフードが邪魔っていう方もいらっしゃるかなと思いましてフードがないバージョンのロング T シャツを作りました。何これ何かなと T シャツ画像はないんですか。これ画像がちょっとちっちゃいのでちょっと口頭で説明していきますがまずここお腹の方にはこのニコちゃんマークとホワホワヌヌファクトリーの文字が入ります。で後ろのですねちょっと後ろ向いて時間かかる どっちでもいいけどそして後ろはですね基本的に無地なんですがこの辺にニコちゃんマークが入ります。でこのニコちゃんマークの下の方には大阪オートメッセ2024と入りますね。かっこいいですよね。どうでしょうか。はい前向いて、はい、そして限定グッズ3つ目はキーホルダーです。キーホルダーは以前にも発売していて結構好評いただいておりましたので今回新しくデザインを変えて、再販という形になります。まあ、前回と仕様はちょっと異なってくるんですけどデザインはこのような感じ。もうこのロゴはおなじみですよね。ステッカーと同じデザインになります。これが白でこれの黒バージョン2種類展開となります。そしてここのポッチのところにはボールチェーンがつきますね。なので鍵とかにもつけられます。で今回はですね3つ限定グッズを発売していて全て大阪オートメッセ限定のグッズとなります。ただロング T シャツに限ってはやっぱりサイズの問題がありますので受注生産となります。大阪オートメッセの会場でご注文いただきましてでその後発注させていただいてだいたい 2,3 週間程度でご自宅に到着となりますのでそちらだけあらかじめご了承ください。イッチーはですね初めて大阪オートメッセ行くのかな。そうですね、ね、ちょっとね今まで関東勢は遠くて行けなかったっていうのもあるのですっごく楽しみですよね。でまた東京オートサロンとはちょっと違った空気感というか大阪ならではのちょっとわちゃわちゃ系というか、そういった空気感になっているのですごく楽しみだね。楽しみです、ね、ということでたくさんの商品をですね今回もトラックに詰めまくって大阪に向かっていきたいなと思いますのでぜひですねお時間ある方は布ファクトリーのブースにも遊びに来てみてください。そして大阪オートメッセには来れないという方もご安心ください。なんとですね2月26日広島のスーパーオートバックス広島観音新町店でイベントをやることになりました。こちらのオートバックスは昨年私が紹介した兵庫のスーパーオートバックス四三同意店と同様に韓国の洗車用品ブランドの発売がスタートしております。もうすでに売り場の方も出来上がっておりますので私もすぐに駆けつけたいなと思っています。こちらのイベントの詳細が分かりましたらまた随時ご報告していきますのでぜひ広島近辺の方楽しみにしていてください。はい、というわけで今回はですね私からの最近のご報告っていうのをさせていただきました。まず最初にご報告させていただいた日々の件ですねやや不安ではあるんですがまずはですね私も含めてスタッフ全員ですね安全第一で頑張っていきたいなと思います。そして大阪オートメッセは私実は2回目のブース出店ということになっておりまして前回1回目がですねコロナ禍で7万人くらいの来場者数だったそうです。でそれが明けてですね去年は20万人の来場者数がいらっしゃったということで今までのイベントとはちょっと比にならないくらいもうすごい大規模なイベントなのでどんな感じなのかっていうのはすごく未知数です。確かに1回大阪オートメッセ出たことはあるんですけどやっぱりコロナ禍真っ只中っていうことでそれとの時とはまた全然違った感じになるのですごい未知数で不安なんですけどまあみんなと一緒に楽しんでいけたらなと思います。あとはですね私食べるのが大好きで、他のスタッフも食べるの大好きなので食っていうところも楽しんでいきたいですね。今回広島と大阪はもう食の代名詞的な感じの県に行きますので、たこ焼きだったりとかお好み焼きだったりとかそういったのをすごく楽しみにしております。
まあ、何はともあれ全て楽しむためには安全第一というところになりますので、かなりハードスケジュールにはなってきますので、スタッフと私とみんなの健康をちょっと祈りながら頑張っていきたいなと思います。ぜひですね、皆さんご都合がいい方は大阪と広島とでお会いしましょう。それでは今日はこの辺で、ヌルでした。バイバーイ。